ねたっくん、うん、二重手術しようと思うんだけど、ダメ？ダメとかはないけど、そのまずはすでに可愛いわけじゃん。うん、オッケー、それはオッケー。そ, それは合格。それはそう。うん、でもっとってことだもんね。そう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 。うわ、いくらぐらいするもんなん？全然ピンキリだけど、まあ、全然安いところで6万とか。いや俺は今のままのね、舞ちゃんが可愛いな、好きだけどな。それはもう分かったの、それも合格、ありがとう。それ言える彼氏でいてくれてありがとう。でももっと可愛くなりたいわけよ。全然、いやそのデートの時も可愛いし、普通も可愛いし、可愛い、いや可愛いよいやでもってことよ、よりってこと。でしかも別にデートの時も二重なわけじゃん。そうだよね。そう、別に変わんない。アイプチするのめんどくさいのよ毎回。なるほどね、手間がなくなるってことね。そう、シンプルに。そう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 。でも一重の状態のまいちゃんとはもう一生会えないってこと。会えない。それちょっと寂しいけどねいや意識したことないでしょ。ダメ？いやダメじゃない、いやダメじゃないけどさ、そのいやそのなんだろう、俺別に舞ちゃんのお金だし、で舞ちゃんのまぶただし、舞ちゃんの顔だし、舞ちゃんの人生だから、いや別にその突き放した意味じゃないよ、舞ちゃんの人生っていうのは。それはもうもちろんね、俺の人生でもあるわけだけど何その顔、何それ。うん、だから別に全然いいと思うけど、その、うん、なんだろうな。でも腑に落ちてない感じだもんね。不安があるみたいなこと、その大丈夫なのっていう、その手術なわけじゃん、メスを入れるわけじゃん、うん、アイプチだったら別にさあれだけどさ、そのダウンタイムとかも痛いわけでしょ、うん、まあまあそれはね。うん、でもしょうがない。10年後20年後とかがさ、こうどんな感じになっちゃうのかなみたいな。でもそれでいうとアイプチし続けててもまぶたが伸びてくんだって、皮が。あ、へえー、そうだろんってなっちゃう。なるほどね。ダメか、うん、うわー、いや全然いいと思う、全然いいと思う、うん、でも手術しちゃいなよ、ヒャッホーって感じじゃないでしょ。いやそなかなかヒャッホーとはなんないよ別に、うん、そうね。いやいや全然、うん、私的には全然何も怖くないけど、たっくん的に不安ってことだよね。そう、多分まだ分かんないって、分かんない怖さみたいなところだね、うん、シンプルに。じゃあ補強手術しよっかな。おっぱいはいいだろそのままで。それ以上お前、お前、あ、それは童貞じゃん、もこもこすんなよ。